ここに邪神の体が。邪悪な気配が満ちている。長くいたい場所じゃないわね。
こんな奴が出てくるってことは、すでにあいつは自分の体を。立ちふさがるなら戦うまでだ。知るかそんなことを。行くぞ。世のため、人のため。歪んだ志を打ち砕く大陸の英雄。この俺様の鉄球を恐れぬならかかってこい。熱き血潮のたぎらぬ貴様にはわかるまい。攻撃への対処方法は知っていても、攻撃の仕方はなっていないようだな。今度は俺様の番だ。行くぞ。トゥリア。
している我が宿敵よ。貴様にはやらねばならぬことがあるのだぞ。邪神が元の力を取り戻してからでは遅いのだろう。ならば急がねばならない。お前、なぜそれを。こんなことはどうでもいい。こいつは俺様が何とかする。だから貴様は行け。やられるんじゃねえぞ。無論だ。貴様に決闘で勝つまで俺様は死なん。永遠に生きるつもりか。欲張りなやつだな。じゃあまたな。大陸制覇を邪魔しに来たのか。置いて朽ちるだけのつまらぬ愚民よ。人の体を乗っ取るような奴に制覇される大陸などない。そう思っているのなら考えを改めることだ。死して名を失わぬ大陸制覇への野心。そして我が身を失っても諦めない精神があるからこそ大陸を制覇しうるのだ。へりくつだな。そんな形で制覇して何になる。何になる。大陸を制覇することに意義があるのだ。制服を落として歴史に名を刻むためにな。くだらない。くだらないだと。所詮愚民にはわからぬか。無理もない。これが愚民たるゆえんだからな。だが、あえて言おう。我がなぜ大陸制覇を望み、それに賭けているか。お前よ、あの時の女。まさかな。あの女は呪いでドラゴンにしたはず。我が呪いが解けることなどぞ。アンク・オブ・ブレス、あの石の力を借りて私は戻った。七英雄の遺産か。だが戻ったとてたどる運命は同じ。我の大陸制覇への思いを。我は幼き日より世界の王として君臨するために教育され、実際そうなる寸前まで行った。
だがそこで病に倒れ夢を幻となった。悔しかった、虚しかった、口惜しかった。その深き念が我をこの世に引き戻したのだ。全ては大陸制覇を成し遂げるために。幼き日より大陸制覇の志を抱き、それに全てをかけてきた我にとってそれは全て。歴史に後世に名も残さぬちっぽけな存在で終わるお前らとは違うのだ。あんた、いい思い出はあったか？何をバカなことを。さっきから聞いてれば歴史に後世に名を残すって言ってるけどな。残すべきなのは名前じゃないだろ。剣士なら剣技、作家なら作品、魔術師なら魔法。夫婦ならば新たな命、良い家庭。要は後の世のために何をしたかってことだろ。名前はその後に来るはずだ。そして残るべきものを生み出した喜び。いい思い出なくして名前は残らない。もしそれなしで残ったら悪名をだ。黙れ愚民、お前ごときに説法を食らう覚えはないわ。死してその大罪を償え。俺は我を負けるというのか。こんなちっぽけの愚民に。いや、我は負けぬ。また新たな肉体で。肉体が魂を離さぬ。我は朽ちるというのか。大陸制覇を成し遂げぬまま征服王として名を残さぬまま、ぐあわりわり、断れない依頼が急に入ってよ。早く始めようにゃ、結婚式。ああ、って、マリンはごちそうを早く食べたいだけだろ。
るにゃ。おめでとう。先越されちゃったわね。ブーケはルビーに投げるように言っておくよ。気にするなよ。誰かがやんなくちゃいけなかったんだから。向こうで待っていますよ。ああ、わかった。綺麗だ。本当に綺麗な満月。あなたと初めて会った時もこんな満月の夜だった。ああ、だから結婚式はあの時のように満月の日にすることにしたんだ。初めて会った時か。あの日の満月はどことなく寂しそうだった。あなたに会う前の私のように。でも今日の満月は微笑んでいるように思えてしまう。微笑んでるんだよ、今のクレアのように。私のように？あなたに言いたいことがあるのだが。ん？何？ありがとう、私を選んでくれて。